いつもご視聴ありがとうございます。ノースキャンプラボです。今日は6泊7日の年越しキャンプの3日目で大晦日になります。朝ごはんはセルフサンドイッチ、自分で食べたい具材を自分で挟んで食べる方式。この方式だと具材だけ用意しとけば子供たちが勝手に自分でパンを焼いてサンドイッチを作って食べてくれるので、シェフとしてはものすごく楽なんですよね。缶詰のコーンスープに牛乳を混ぜて薪ストーブの上で温めるだけの簡単スープも子供たちが勝手に作ってくれます。モーニングを軽く済ましてからの我が家の朝のルーティーンを動画で紹介しますね。どうですか？汚いですね、うん、まず汚いのを取って捨て場をね決めないといけないんだよね。あ、そっちの、あの穴の方に、うん、そこ動線だったね。これ動線だから、うん、え、英子ちゃんいいよ。はい、一応、はい、沈んだね。沈んだね。うん。いっぱい雪が降ってくれた方がいいよね、この時はね。そうだね。綺麗な雪が。ああ、そうだね。いいね、ザクッと、いいね、よしよしよし、うーし、いや、完璧、完璧だわ。よし、じゃあ踏み踏みタイムだな。はい、ではみんなで踏み踏みタイム。
新雪を入れて汚れを全部きれいにして、白い絨毯のようになるというわけです。これでリセット、これが毎朝我が家の冬キャンのルーティンです。今日は綺麗になった。こんな感じで綺麗になりました。はい、どうぞ入っていいですよ。綺麗になったね。いいね。いいね。新居だね、新居。ああ、美しい。白い絨毯。はい、小僧に食べる。はい、扉閉めていいよ。あ、起きて。いいよ、小僧に。さちゃぼさん、はい、この番組の中でも何度もお知らせしてきました。はいはい、どう、率うまい。明日1月1日、朝6時4分とか、本部夜明け。はい。さちゃぼさんが、お話するんだよね。そうなんです。サボさんでしょ、これは。はい、そうです。で、今度の下と、ね、サボです。サボなんだよね。こうやってったのがいいね、やっぱりね。これ本当正解のやつだよね。これは買ってよかったね。サザレイシノだからね。いいね。お、いい、いい。かっこいい。ちょっとよさこい入ったな。あと、譲る入れ、譲る、譲る、譲る入って、そう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 。